はい、こんにちは。あの、シーボンの株主優待をあのした、あの、紹介したいと思います。あの、このシーボンの株主優待は、あの、1年目、2年目は、あの、8000円分の割引券だそうです。で、あの、3年目からは1万円となります。まあ、僕は、あの、4年ぐらい持っているので、当然、あの、1万円分の割引券が来て、その1万円で、あの、1万5000円、 分の,あの商品を買いました。ちなみに、1万5万五千円って言っても、あの、まあ、税別ですね。だから、あの、1万6 5五百円のうち、まあ、1万円引いて、6 5五百円の請求が来るのかなと思ったんですけど、なんか、こういう株主ユーで買ったら、あの、消費税取られないみたいで、あの、5千円で来ました。あ、さらに、あの、割引の、 剣が来てますね。ただ、6000円以上で1000円だったら、まあ、こっちはいいかなと。まあ、あのー、まあ、こんな感じで、あの、なんか来てますね。ちゃんとマイナス1万円引いてくれてますね。大変ありがたいです。発酵果実、なんかザクロですね。ザクロ、クコ、ナツメで、あの、の、あの、なんかあの、 ま、あ、酵素ジュースなんですけど、これあの、確か5000、これ1本で5000円だったんですけど、これ高いな五5000円で、5000円だから大きい瓶で来るかと思ったんですけど、結構、赤い女神、ちっちゃい瓶で来ましたね。ま、あ、冷蔵庫に入れて大事に飲みたいと思います。で、他に、こんな感じで来てますね。あの、9位、キュウ位、そして、 ピンクグレープフルーツ、そしてあの白桃ですね。まあ、これで1万5万五千円から5千円引いて、5千円で手に入れることができました。まあ、あのー、まあ、これを諦めるか、どちらか。 一組のセットを諦めれば、まあ一万円足らで手に入ったんですけど、なんかこれちょっと興味あったんで、もしこれが美味し,、まあ、美味しければ来年からも買えますし、まあ合わないなと思ったら、まあ来年からこれはなくなるかなと思います。